ビテルボ県は、イタリア共和国ラツヨ州に属する県の一つ。県とはビテルボ。ラツヨ州北西部に位置する県で、西はテレニア海に面し、北にトスカーナ州、北東にウンブリア州と接する。県とビテルボは、州都、シュトローマの北北西 66km に位置する都市で、テルニから西南西 47km、ペルージャから、 南南西へ 80km、グロス西都から東南東へ 90km の距離にある。隣接する県は以下の通り、県域北西部にボルセーナ湖、県域南東部にビリコ湖がある。県域東部をテベレ川が流れており、おおむねテルニ県との境界を成している。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば、 人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。1816年、教皇国家はビテルボを中心にビテルボ管区を置いた。1870年、イタリア王国は教皇領を占領してローマ県を設置し、県の海区分としてかつての教皇領の行政区画に対応させた軍を設けた。この際、ビテルボを中心とする地域はビテルボ軍となった。 行政区画としてのビテルボ県は1928年12月2日に成立した。ビテルボ県には60のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2015年1月1日現在。ありがとうございます。